今日の選手紹介はこの方です。自己紹介お願いします。背番号29の、フォワード田中智弘です。お願いします。お願いします。まず合宿どうですか今？めちゃくちゃきついっす。きついっすか？一番新田さんのトレーニングだ。やっぱ新田さんのトレーニングきついっすか？うん、きつい。あのチューブトレーニングが相当ケツにきてる。やばいっすね、あれね。やばい、あれはきついっすか？どうっすか、プライベート同部屋、てつさん。てつさん？てつさんね、めっちゃ家族と話してる。電話っすか？え？電話で？うん、電話で話してる。優しいっすか？優しい、とにかく優しい。なんかね、うん、あ、そうだね。あと、学児がよく部屋に来る。弟子っすか？あ、学児、弟子、完全に弟子？うん、学君、弟子なんだ。岐阜の時っすよね。あ、岐阜の時一緒だった。1年ですか？そうそうそう、あ、1年だけだけど、結構ずっと一緒にいて。あ、どうっすか？あ、仲良かったんすよ。仲良かったよ。へ、どうっすか、その時の印象と今の印象、なんか違うこととかあります？違うこと？全く変わんない。変わんないですか？あのまんま。なんか偉そうになったりとかしないですか？偉そうになったり？どうだろう、全然変わんない。全然変わんない。正直全然変わんない。あの人もいい人だからな。いや、ただのいい人よ、本当に、ね、このチームのベテランは。ベテランね。仲いい選手、どうすか？仲いい選手、俺来てから学児と哲さんと結構一緒にいたりするかな、うん、そう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 。ご飯とかも、ご飯、ご飯ね、でも基本一人で行くかな、ご飯。でも時々哲さんとかとも学児とかと行くこと多いかな。どうですか、富山の生活？富山の生活、いや、マジご飯屋さんがなんか少ない。もし定食屋さん、ちょっと教えてほしい、教えてほしい。あ、サポーターの皆さんに見てる人が、それは本当に定食屋さん、いい定食屋さん本当に教えてください。いや、もしあったら、しあったらどこまで、どこに行くんですか？あ、どこ、行動範囲どんくらいですか？行動範囲30分以内とか？いや、30分遠すぎだよ、30分以内って。じゃあ15分近場で、なるべく近場で、近場で、近場で、練習場周辺の。うん、そうだね、そうだね。富山市内の、富山市内の今探してる定食屋さんあったら、うん、俺も知りたいね、俺らの。そうそうそう、富山と試合して、うん、どうですか印象、富山。富山の印象、まあ秋田でやってた時は結構負けてないかな。多分負けてないから。へえ。もう負けるイメージはあんまりなくて、しかも結構点取らせてもらったから。確かに、うん、どうでした、やっぱハットトリックした時の。ハットトリックできると思ってなかったけど、まあ、2点目入って、え、こんな早い時間帯で2点取れたなと。もう1点あったらいけんなと思ったら、もう前半のうちに3点取れちゃったから、これ勝ったなと思って。気持ちよくさせてたな。完全に気持ちよくなってた。ありがとう。ありがとう。去年何得点？去年は6得点の半分。半分富山か。半分富山。結構決めてね。今年何点取りたいですか？今年ね、2桁は取りたいね。10点は取りたいね。お願いします。お願いします。俺は10点取りますっていう宣言もらっていいですか？じゃあ10点取ります。水木と陽太のアシストね。俺らも頑張らない、頑張んなきゃだね、俺らが。もらったら、俺らもありがたいからね、うん、入れてもらえればね、うん、今年はお願いします。もうサポーターの方は期待してると思うんで。そうだね。最近プライベートでちょっとご結婚。あ、そうそう、したしたした、12月に結婚式ありました。すげえ。今幸せですか？じゃあ今さ、奥さん秋田にいるからさ、あ、まだ一緒に住んでないから。奥さん寂しがってますね。毎日毎日一言もらっちゃう。一言もらっちゃう。奥さんに一言いいですか？じゃあ、なんで俺ここ通じて言わないで。まあいつも言ってると思うけど、一応、まあ、そういう恥ずかしい姿とかもね。いいファンは結構欲しがる。はい、欲しがんねよ。いや、俺らが欲しがってる。俺らが、お前らが欲しがってる。じゃあ好きなところいいですか、嫁さんの。嫁さんの好きなところ、はい、好きなところは、さ、なんだろう、まあ、基本サッカーに対して別に何も言わないし、はい、うん、結構ズケズケ言わないし、はい、まあ、料理が美味しい。おお、
れ一番大事じゃない？確かに料理でかいっすね。料理マジでかい。料理はマジでかい。とと と, と何だろうな。これいる？このくだりちょっと遠いらなかったね。めちゃめちゃいります。めちゃめちゃ何でお時間です。マジでマジ。この空気マジ俺嫌なんだけど。大丈夫ですよ、全部カットなる。早く早く言ってもらっていいですか？早く言ってもらっていいですか？なんかあんまり愛してないみたいな感じになっちゃうんで。新婚なのに変な、なんか新婚なのに変なカットとか入ってなんかポンって急に来ちゃうと、あれなんか変なこと言ったのかなっていう感じになっちゃうから、そう、早く言った方がいいと思います。早く言った方がいいの、ダメ。なんだろう、あ、家族思いなところ。あ、家族思いで、エンドさん、まあ家族思いなところで、そうそう、まあ、いいっすね。最後にファンサポーターからに一言もらえますか？去年はなかなか、いいシーズンを個人としても、まあ、富山自体も迎えられなかったと思うので、まあ、最初から出だしから、こう勝っていけるように、このキャンプからまた頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。何ルカスなんかない？ルカス一言ない？何ルカス？何ルカス？バイバイ。